さあ、はい、また始まりましたよ。また始まりましたね。まあ、また始まったっていうか、はい、続いてるんですけどね。そうやね、なんか先週の続きになってるんですが、うん、はいはい、これはですね8月の30日に、はい、実際はね、うん、8月30日 で、 そうですね、これは公開生録音、そうなんですよ、ね、はい、専門学校アートカレッジ神戸の方の学校でですね、はいはい、公開録音をやっております。これがね、実際放送は9月15日と、うん、なるほど、いうことなんですね。うん、そうやね、はい、でもなんかね、ちょっと一回やると慣れてきたよね。だいぶ慣れたもん、かんもんよ噛んでるやんか、噛んでるやんか、僕全然慣れてないやん。慣れてないな、ね、うん、でもまあ、なんかほら空気感はほら、みんなとの距離感はちょっと詰まったなみたいな、うん、最初出た時もトゲトゲしかったもん、これ。そうやね、殺伐としてたよねそうそう、やるかやられるかみたいな感じだったけど武蔵小次郎みたいなだいぶニューアな感じにはなれたかなと思うやけど、ね、でも俺の緊張取れただけかな、うん、そうやね、うん、でもまあちょっとね、これも9月の15日の半ばですよ、はいはいはい、これもうちょうど敬老の日の次の日。そうか、そうや、ね、自分そんな覚えてるよね。はい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 、国民のね、休日はちゃんと覚えておりますんでね、はい、そうか、そうか、うん、そんなした何がいいな、そんなこと、なんかそのプレゼントとか。あ、だいたい僕、お父さんお母さんにどうこうしたらもう敬老の日やからね、だいぶ年離れてるから。そうか、年配やからね、うん、そうやね、あ、そうか、おじいちゃん、あ、うん、おばあちゃんやね、うん、うん、でもあんまりせんかったよね、敬老って。俺ももういないんですよ、おじいさんおばあさん。あ、僕もだいぶ前に亡くなってた、うん、だからね、した覚えがないよね、うん、そう、肩もみしたりとか、そういうことでしょ。違う話しようか、ほんじゃ。なんで？だってもうなさそうやもん。いや、これからどんどん湧いて出てたのに、これなんか来たよじゃあ行きましょうか。いや、終わりかね、やっぱり33の愛の生活老人大好き岡田明でございますチャンキー松本です。2人合わせて33、はい、はい、ちゃんと呼んでくださいよ。まだないよね、33の愛の生活、はいはい、この番組では皆様からのアクセスをお待ちしております、はい、番組へのご意見、ご感想、リクエストや相談事など何でも OK でございます、はい、ファックス番号は 078-361-0005、 もう一回言います、 078-361-0005、 お手紙の方は、お手紙の方は郵便番号650-8580で、はい、AM 神戸33の愛の生活までお願いいたします。どちらも番組タイトルをお忘れなく、24時間いつでもお待ちしております。番組ホームページは AM 神戸ホームページの番組表からどうぞ。抽選で素敵なプレゼントが当たるかも。ああ、いうことでございますよね。はいはいはい、シルバーシートやしな、ちゃんと譲っていかなあかんよ、ほんまに。僕は譲るタイプよそんな全然ないや、いつもなんかふかふか座ってるやん、電車で一緒に来るときとか、でーんって感じ、うん、やっぱ膨らまんな、この話な老人難しいな、なってないからな、俺らなってないから、ちょっと頭の方老人やけどな、お前やかましいわ、お前33の愛の生活、この番組は専門学校アートカレッジ神戸の提供でお送りします。さあ来た来た、あー来たで、この曲よく聞くわ今日一日なこと言うのよ、何回聞いてもいいでしょ、名曲だからね、はいはい、33の名曲ですが、スルメのようにだんだん味が出てくる、うまいこと言うね、この坊ちゃん、はいはいはい、天パのしもちゃん、しもちゃん賞もらった、ありがとう、ありがとう、しもちゃん。突然君が消えた、しもちゃんがいない。僕は肩をくれたよね、でっかい雷魚釣ったよね、夜逃げしたって言ったけれど、どこにいたの、うん、しもちゃんといた夏、コーラ飲んで笑った料金属で笑った、金ボーイ
はいはいはい、聞いてもらっておりますが、やっぱりほんまさっき言うたみたいに味が出てきたね。味がね、うん、こんなんもうかけた得やからね、かけるだけかけ得やからね、かけ得やから、うん、みんな覚えてもらいたいですね。そうやね、素晴らしいよね。天パのしもちゃんでした。続きましては三十三のしゃべりまーす熱狂のライブどんどんピンポンポン。いやいや、いやこれはですね、今日はね、はい、せっかく会場に皆さん来ていただいてますんで、公開録音ですかね。そうやねや、はいはい、でこれをですね、うんうん、利用して、うん、なんかないかなといったところで、うん、これ皆さんがこういろんな質問を今ここでほやほやでございます取ってきたところで、ポッカポカしてるよ。ポッカポカしてないけど、はいはい、これをね、うん、ほんまガチンコですわ。これを読みながら喋ってる、これこそなんかこの腕がこれ試されるよね、試されるよね、うんうん、トークのね、そうやな、だかこれね、あのプロでもやれへんで、こういうことこんな苦手、ちょっと前にやってるもん、やっぱり前準備な、てか時間ないから言うていこうか。じゃあ僕から行きましょうか、はい。クッキーのママさんからですね、クッキーのママちゃん、はい、イタミシーの方から来ていらっしゃるんですけど、なぜかファンになりそうですが、はいはい、夜起きていられるかどうかちょっと心配みたいな。おそうか、なぜかファンっていうのがなんでやるんやろね。ここは一番気になる、ね、ストレートに来てほしいよね、うん、もうストレートにファンでいいじゃないの、それちょっと遠目で見たいんだろうね。なんか動物園のちょっと凶暴なんちょっと遠目で引いてみたいやんか。レオポンとかね、レオポンおらんだろうよ、そんな普通の動物園におんの、おんの、おらへんわな。いや、そうかいな、もうそんなこと言わずにね、うん、なぜだと言わずに、うん、ファンになってください。そうやね、いっぺん目覚ましかけて起きるとかね、この番組聞くためにね、そないまで背中んかそのままにしてほしい、してほしいよね、はい、お願いいたしますよ、はいはい。ラジオネームブンチョロさん、ブンちゃん、はいはい、ブンチョロね、堺市のね、堺市、ありがとうございます。遠いとこからですね。最近読んだ面白い本を教えてください。あ、面白い本、ね、あ、僕何読んでるかな、うん、なんかね、小説とか読んでるわ。少年時代やそれお前っていう小説ね、まあ、少年時代、少年時代だいという小説を、うん、ほんまそれラジオ界で嘘ついたかんいや、これなんで嘘なん。いや、なんかインテリ見せようとしてない、必死ちゃう。あ、ちょっと見せた、イメージカラーを、そうやね、うん、ちょっと浮かれ気分のロックンロールやったわ。僕はデラベッピンです。デラベッピン、懐かしいな、はい、はい、次行きましょうか。はい、前達さんですね、はい、吹田市の方から。前達ちゃん、ありがとうございます、はいはいはい、私は今23歳ですが、お二人は20代前半の時、夏にどんな無茶をしましたか。お、これ来たね、無茶やで。昔は悪だったよみたいな話をせよということやね。そうだ、俺全然ない、俺もないね、地味な暮らしやったわ。俺なんかね、中学校の時に郷土クラブとか入ってたもん。郷土クラブって何それ。あの地方のうちの田舎ね、周りに古墳があって、うん、古墳をみんなで見に行くね、サイクリングしながら、地味やなそれ。全然無茶じゃないの、うん、うん、してないね。僕は理科研究部に入ってたかな。今よくない、20代前半で書いてるわ。あ、そうか10代前半じゃん、あんまり変われへん俺。ほんまや、うん、だいたい研究部やったわ、20代前半も、うんうん、でもほらその時地味やったから、うん、今ちょっと弾けてるっていう感じ。あ、そうやな、うん、そんな感じ。子供さんも泣いてますけどね今ね、はい、これが生の大事、生の大事でございますよ、はいはい、お願いします、はいはいはい、うん、そちらお願いします、ね、はい、行きましょうか、はい。次ですね、ウィルソン兄弟さん、ね、お、先ほどの、はいはい、大阪府のですね、ありがとうございます。スピッツのロビンソンを聞いて、やっぱり音楽はいいと思いましたが、先週やりましたよね、これね。え、先週やりましたよね、先週な、僕らは演奏でスピッツのね。あ、嬉しいな、なんかそんなのは、うん、オリジナル聴いてください。いや、おいおいせっかくこれは歌ったのに。あれね、皆さん知らんでしょうけどね、一、はい、回やり直してるんですよやっぱあかんか、やり直さな。ありがとうございます、はいはい。こちらですね、神戸市中央区のしおんさんからですね、はいはい、面白すぎと、はい、ラジオ番組の存在は全く知りませんでしたが、おいおいおい、ごめんなさい、うん、これを機会に聞いてみようかな。なんでその疑問形やねん最後かなって。かなやからな、何にしようかな、聞こうと思いますでいいやんか、それストレートに来てよ。いや、さっきもそうやけど、うん、ちょっと開けたいねん、うん、距離を。なぜかファンになりそうですとかさ、そうそう、うん、なぜそれワンバン当てるの、その壁に、ボールをさ、もう直球で来てよ、ボンって。あ、そうや、うん、顔面セーフよ。でも案外俺らもいや俺らもさ、はあ、直球で来られたら弱いタイプやろ。そうやねんけど、ね、どっちかと言えばな、ワンバンって来てほしいね。そうなんとなく分かってんやろな、はい、それね、そう分かるんですよね、はい、ありがとうございます。キーちゃんでございますね、兵庫県の、はいはいはい、はいはい、うん、旅に出るならどこ行きますかと。旅か、はいはい、さっきの遠足、先週のね、遠足の話じゃないです。旅費は1000円までですと。あ、
千円までか。千円やで、ね。ということは神戸を起点にしたら。神戸を起点にしたらね、これだいたい行けるのがね。赤石。赤石も隣やんけそれ。そもっと行けるで。過去が姫路ぐらいまで行かへんのかな。桃山無理。あ、もう岡山は。無理やって。まあ、客席で罰出されたから。客席から罰出しされたからね今。そろそろじゃあもう青春メモリーズに行きますか。あ、そうですか。皆さんもぜひぜひね、あの、うん、ホームページの方でね、本当に書き込んでください。メッセージもこれ今日ありがとうございました、あの後で、あの全部もちゃんと読みますんで、はい、ありがとうございます、はいはい、青春メモリーズの方です。メモリーズは、はい、今回は松本さんですよね。はい、はい、ですね、これね、元ブルーハーツ、今ハイローズっていうバンドがあるんですけど、はあはあ、それの、ギタリストやっております、マシママサトシっていう人。マーシーやね。マーシー、うん、マーシーがね、もう一人のマーシーはちょっとややこしいな。前こと言うなおい。ぶり返すね。そんなこと、マーシーのね、ファーストアルバム、夏の抜け殻というアルバムから、はいはい、ルーレットという曲を聴いてください。このね、マーシーのルーレットという曲なんですけど、まあ、この曲が入ってるアルバム、夏の抜け殻ってアルバムがね、はいはい、僕はちょうど20代の前半なんですけど、もうその時ね、ちょっと一番暗い時期というか、よくあるでしょ、20代前半にちょっと落ち込んでたりさ、恋、はいはい、に破れたり、仕事に破れたり、そういう時に聴いたよー、聴いた曲、結構明るい曲やしな、ポップな感じだから、これはポップやけど、うん、このアルバムね、すごくこう夏の終わりにふさわしいアルバムなんです。なるほど、ね、だからぜひこれも一聴してみてください。マーシーでルーレットでした。はい、続いては、エキサイティングライブ、ズッキドキン、エキサイティングライブ。毎回寂しい感じになるよね、ここでね。がなればがなるほどダメって感じ。ちょっと止めなあかんからね。ね、うん、はい、しゃべったと。ですね、はいはい、今日もですね、会場に来ていただきました皆さんのアンケートの中から、今回はね、はい、ほんまにガチンコよ。
全然打ち合わせしてないから、そうそう、もうこれは本当にそうやもん、ね、もう来て、うん、さっきの間にね、今ね、今ねそこで決めたんですけど、ねえ、はいはいはい、5分ぐらい決めましたけど、はいはい、まあ、ちょっといろんなメッセージというか、はいはい、聞かれますので紹介しましょう、はい、お名前の、お名前はですね、はい、天一さんですね。天一さん、大阪市北区の方からいらっしゃっております、はいはい、カバーしてほしい曲はですね、うん、あんたのバラード。これ本当なそれ中途半端に歌う、ちゃんと歌えよもうでもかすれてる感じを、はい、ね、イメージしたいね、ちょっと無理やったね。これいい懐かしい曲やな、それな。あ、これほら、うん、ベスト10とかちょうどあったやんか、はいはい、ツイストがね、ツイストなんか10周1位とって、え、何それ。いやいやごめん、ラジオでな踊ってしまってんけど今ね、ポールマキのあのチャッカチャッカ、全然違う。はいはい、ペコペコハンマーさん、ペコペコ、はい、大阪市の淀川区から、はい、ありがとうございます、はい、ドコンチョガエル、ドコンチョガエルか、はいはいはい、ドコンチョガエルでさ、はい、あのお寿司食べたかった、梅さんのな、梅さんのお寿司、うん、あの一銭いっぱい出てきて、うん、食べた食べた、うん、食べてへん食べてへん、バンちゃんですけどね、はいはいはい、神戸市タルミンコの方からです、うん、ジュディ&マリーの、オーバープライド、オーバープライド、オーバードライブ、それぐらいお前英語読みよう、さらっとさいや D と P がちょっと間違ってて、うん、読みにくかった。ジュディアンドマリーってあれな、ジュディもマリーもおれへんねんな、バンドにな。さあ次行こうか。あ、でね、なんかテンション落ちるないやいやいや頑張っていこうや、頑張っていこうや、よし決めようや曲って、よし一応決めてるからね。ほんだ決定の、はい、お願いいたします。のんちゃんでございますね。のんちゃん、神戸市北区、はい、北区からありがとうございます、はいはいはい、こちらがですね、ジュリーの時を、東京ですか、はい、同じくですね、いい川ちっこさんもジュリーの曲何でもいいからやってください。うわ、やっぱジュリー、そんなにジュリジュリ言われたらね、僕らもやらずにおらんへんとかあるやん、うん、ジュリジュリって言うてんからな、ジュリジュリ、あんま言うてないと思う。ジュリー&マリーも来てたからな、ジュディやし、それこれ東京どうやってやるの、でもちょっとこれね、うん、ほんま練習もしてないんですよ、マジでマジでしてないから、うん、皆さんしてないからね、うん、じゃあまたちょっと一回練習しちゃう。いやいや、まあほうこれはほんまにそのままやるからええんやないか。やってみようか、うんうん、ほんならちょっとピアノ行きます、ピアノ行く、はい、行くの、はいはい、ピアノで、ピアノで東京か、東京ってちょっとテクノっぽい曲やったよね、そういえば、あの電飾がこうきらびやかにやったジュリーやったもんな。あ、俺も行けと、せいせいせい、よし、こんな感じ、うん、よし、いや、ほんまに今弾いてるからね、初見でございますよ。え、ちょっとあの演歌チックに歌っていいやろ。あ、いいよ、3拍子にして。いや、それ無理やってたから4拍子の曲やから、うん、はい、じゃあお願いいたしますよ、ゆっくりな感じやな、はい、じゃあ聴いてください。33で TOKIO TOKIO 空を飛ぶ街が飛ぶ雲を突き抜け星になる火を吹いて闇を裂きスーパーシティが舞い上がるあなたと TOKIO が二人を抱いたまま TOKIO TOKIO 空を飛ぶ TOKIO が空に舞ったまま現れた TOKIO TOKIO が空を飛ぶ、はい、TOKIO が空を飛ぶ、TOKIO やったな。TKIO やったら、チキオって感じだね。チキオ。こんなんでよかったかな。まあ、ライブはまだちゃん、まあ、ライブまだ後にありますからね。よしでしょうか。自分らでよしでしょうか。懐かしい曲でしたけど、はい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 、はい、皆さんも知ってる方いらっしゃると思います。どんどんリクエストくださいね、皆さんね、はい、これに懲りず。懲りるんか。はいはい、はい、もう今度はクイーンでね、はい、締めで今度ね、これは来週はクイーンで、はいはいはい、番組はまだまだ続くよ、まだまだ続きます。33の33の I know I know
の生活をそんなありか愛の生活と専門学校アートカレッジ神戸のコーナーでーす。いや楽しいのこのコーナー来ましたね。はい来ましたよ。やっとホッとしてんねんけど僕今日はガチンコのことばっかりしてないか。エキサリーライブでね。はいはいはい。じゃあちょっと説明してください。はい、このコーナーですね、はい、専門学校アートカレッジ神戸の学生がラジオで1秒でも多く自己 PR をオンエアする権利を勝ち取るために、うん、毎回与えられた関門にチャレンジしていくコーナーでございます、はい、で今回の関門もですね前回に引き続き歌謡曲朗読対決でございます。なるほど。80年代の懐かしい歌謡曲の歌詞を朗読し、うん、その歌詞の面白みをうまく引き出してくださいと。これがね、これ今回も同じですけど今回も行きますけどね難しいよね、はいはい、で選手は女性2人でしたけど、うんね、でまあ僕が自己 PR ね何秒できるかっていうのをね決めない決めますからね。で今日はお客さんの反応もありでなるほど、はいはい、やってみたいなと思います、ねはい、じゃあちょっと読みましょうか。読みましょうか。チャレンジャーをですね、はいはい、森本かな子さんと川岸信之くんです。どうぞお入りください。ジョンカラリンカラリンララその歌何なわけ。その歌は何なわけ。はいチャンネル、はい、どうもこんにちは。はいこんにちは、うん紹介しましょう。森本さんと川岸くんの2人です。はい、お願いします。お願いします。じゃあまずじゃあ、ね、早速いますか。早速じゃあやってもらいましょう。まず今度男性の方からいきましょうか。はい、川岸信之さんからお願いします。だけだけ君だけが好き唇ディープしたいよだけだけ君だけが好き。その肌僕のものだよ。シャワーしたいね素直な気持ちでさ。どんな気持ちこれどうやろう。ホルドンだけだけ。いや そのだけじゃないよ君だけやから君だけのだけと、まあ、ちょっとかけてやんねんかけてんねやろダブルミーニングってやつか、うん、詩人やこれ何て曲でしたか、ね、これは、シャワーな、はい、シャワーな気分シャワーな気分トシちゃんトシちゃんだからね。いや懐かしいね懐かしい、ね、一番ええ時やったなトシちゃんがね。その時はだけだけでも女の子来てたけどな。そうそうそうこれクイーンの曲にそっくりな曲あんねんけどね、まあ、そんなことはええんやけど、はいはい、はいはい、じゃあ行きましょうか、はい、森本さんお願いいたします。森本ちゃんお願いします。あんなに激しい潮騒が あなたの背後で黙り込む身動きもできないの見つめられて夢で叫んだように唇は動くけれど言葉は風になる。好きよ好きよでもね多分きっと、はあ、三段落ちやでおいお前それ見た曖昧なな多分きっと三十三が好きですみたいなね最後もう一回三十三持ってくれ。やっぱり、ね、嬉しいな曖昧やねなるほど、ね、曖昧かでもよかった色っぽかったわ、うん、ほんま何でそのおねえ言葉なのわからへんけど色っぽかったわって、うん、じゃあですね、うん、客席のお客さん皆さんに、ね、聞いてみましょう。拍手で、ね、いや川岸信之君がよかったな思う方拍手お願いします。お願いします。おなかなかのもんやな、はい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 、森本さん、森本かな子さん、はい、よかったと思う方。あこれね毎回意味あんのかな思うの一緒やんかこれ。優しいから、ね、非常に困るね。じゃあちょっと決めてください。じゃあ僕は独断と偏見でいきましょうね、はいはいはい、川岸君がですね、うん5秒2桁はくださいお願いします。2桁くださいの懇願してるからお願いします上げてください。じゃあね、うん、12秒、はい、ありがとうございます。森本さんがね、はい、20秒20秒 ありがとうございます。ていうんですかさ、はいはい、お前それはちょっと甘いんちゃうこれ何言うてんの。まあ女の子に甘いわねおたくさん。俺がルールブックだファイトイエスじゃあお願いしようか。はい、はい、自己紹介まずは川岸君の方からやってもらいましょうか、はい、ストップチェダイです。12秒ですね。ではいきますよ自己紹介ドンと。ヤンバルクイナーが漢字で書ける川岸信之です。あと10秒。小さい頃から素潜りでアワビやウニを取って朝食を調達するほど行動力に自信があります。川岸信之お願いしますあーよい言えた、よい言えた。かわいそうやんかそれちょっとお前が刺しとんやん俺かはいはい、ほんで続きましてですね、はい、もうかなこちゃんじゃん、ね、もうええー、なそれ変わり方がなんかあら全然違うやん。なんなんだお前がルールブックだからなそうだ、じゃあかなこちゃんお願いしましょうか。はい、はい、よーいスタート。こんにちは、いらっしゃいませ森本かなこです。
私はバイトで UFO キャッチャーをしているお客様と話すことが多いのですが、その経験を通してコミュニケーション能力と度胸がつきました。将来はナレーション、声優、歌もやれるマルチなタレントを目指しています。バイトのスタッフの間ではムッツリと呼ばれているカンちゃんこと森本花子です。よろしくお願いします。グー、よかったすごいね、全部20秒で言ったよ。ね、美しかった。なんかね、でもあまりも川口がかわいそすぎるちょっと反省、親反省だけあげるわけじゃない、 いやいや、もう時間を押してるから、はいはい、ではお二人にですね、はい、専門学校アートカレッジ神戸を紹介してもらいましょう。はい、専門学校アートカレッジ神戸アート体験実習。専門学校アートカレッジ神戸では9月27日土曜と28日日曜の合わせて2日間アート体験実習を行います。アート体験実習ではその日1日で学校の授業とほぼ同じクオリティで作品を作り、実習が終わる頃にはなんと完成した作品がプレゼントとしてもらえます。漫画、アニメ、グラフィック、インテリア、ファッション、 CG、DJ、声優、ボーカルに興味のあるそこのあなた、ぜひぜひ参加してみませんか。詳しいお問い合わせは電話 078-857-3005、 078-857-3005、 ホームページは www.art-kobe.com www.art-kobe.com までお気軽にどうぞ。以上、専門学校アートカレッジ神戸アート体験実習のお知らせでした。今日の挑戦者は森本かな子さんと川岸信行さんでした。ありがとう。ではいよいよエンディングです。愛の生活をそんな終わりか、愛の生活しゃ。まずはちょっと告知させてください。はいはい、どうぞ。9月の28日日曜日ですね、はい、お昼の11時30分からですね、住吉大社でございます入場無料のライブがあります。無料って、はい、ここで三次さんが出ますんで、ね、はあ、はあ、はい、こちらもチェックしてください。あ、それ19日もありますね。チキンジョージがね、皆さんお待ちかねのありますので、はい、ぜひぜひ来てくださいね。はい、はい、そして今日はですね、ほうほう、会場の皆さんからいろいろこのアンケートいただいておりますんで、うん、もう名前でもちょっとダッと、ね、バッといきましょうか。紹介しましょうか。ダダ、ね、はいはい、リカさん大阪市北区からです。ありがとうございます。はい、ももきんさん、はいはい、大阪市でございます。はい、酒井由香さん、和夫くんです。足立嫁さん、はい、東淀川区でございますね、うん、はい、サンチさん、ラーブ、サイガー、美穂さん、ありがとうございます。はい、はい、清志くん、うん、はい、これも東淀川区ですね、はい、二太郎さんからですね、お二人の緊張が伝わってドキドキしながら笑っておりましたと、ありがとうございます。砂めりさん、はい、河内長野さんね、うんうん、河内長野さんって言ってしまいましたね、どっちやね、砂めりさんか住所にはさんつけてしまいましたが、はい、小宮秀子さんです。はい、はい、サーモンピンクさんですね、タヌミクーデン、はい、ノイエヨネさんからですね、いろいろもういろいろ書いております、書いてくれております。プロピタボーさんね、はい、はい、これ池田氏の方でございます。一心さんですね、はい、舞台上でハイテンションになれるコツを教えてくださいと、うまいこと言いますね、消えることですね、はい、ストレートやな、それ船満の先輩からですね、うん、はい、茨城市、はい、原津子さんです、何枠から、ありがとうございます、はい、いう感じでね、たくさん、もう時間がごめんなさい、ね、ほんまに読めなかったし、ね、すいません、ありがとうございます、ね、普段の番組に送ってください普段こんなにいっぱい来たらもっと嬉しいね。そうなんだよね、飛び上がるんだけどね、はい、でもほんま、あっという間にね、終わっちゃったね、うん、はい、もう嬉しいですね、これ毎週これがいいよね、やっぱり時間早いしね、時間でもほんまに皆さん楽しかったです、はい、まあ、僕らが楽しかったんですが、はいはいはい、これからも番組を聞いてください。よろしくお願いいたします、はい、33の愛の生活、この番組は専門学校アートカレッジ神戸の提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週、おやすみなさい、ありがとう。